国土交通省四国地方整備局松山河川国道事務所から役立つ道路情報などを発信していただくこの番組、今回は事前通行規制への理解促進についてということで、熊高原町柳井川の落ち出大橋付近にやってきています。こちらから佐伯奈也さんと馬場口哲也さんにお話を伺います。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず事前通行規制とはどのようなものでしょうか。はい、事前通行規制とは大雨や台風による土砂崩れや落石などの恐れがある箇所について、過去の記録などをもともにそれぞれ規制の基準などを定めており、災害や発生する前に通行止めを実施したり、道路利用者の安全を確保するため規制区間を設定しているものです。国土交通省の職員や事業者の方が現場に行き通行止めを行っております。通行止めを実施する際は、ご覧いただいた写真にもあったように、あちらの黄色と黒のバーが下がり、ゲート上部に設置されている道路情報板への規制情報を表示します。規制箇所周辺の道路情報板にも表示しますのでご確認ください。はい、事前通行規制はどんな区間で実施されることになっているんでしょうか。はい、四国でも特に急峻な山地に該当する区間に設定されております。規制区間によって通行止めになる連続雨量の基準が決まっており、1が300ミリ、それ以外が250ミリとなっております。ただし急につきましては、時間雨量50ミリ以上かつ連続雨量170ミリでも通行止めとなる組み合わせ雨量の施行を行っております。これは近年増加傾向にあるいわゆるゲリラ豪雨に対応し、あらかじめ通行止めを行うことで通行車両の被災などを防止するのが目的です。昨年9月、台風14号による通行止めが発生しましたが、ほぼ毎年大雨による通行止めが発生しています。事前通行規制が実施されるほどの大雨が降ると災害も心配ですが、どんな種類の災害が想定されますか。はい、大雨によって土砂が流出したり道路が冠水する恐れがあります。こちらの写真では、降り続けた雨によって地盤が緩くなり、大量の雨水とともに土砂が流出し、道路が完全に塞がっています。たとえ雨が弱まっていたとしても油断はできません。通行止めなどの道路情報を事前に知ることはできますか？はい。国土交通省などが管理する国道や高速道路の情報を携帯電話やスマートフォン、パソコンで確認することができます。道路情報提供システムというものがあり、全国の最新の道路情報を24時間提供しております。このシステムでは、国土交通省が管理する国道や高速道路だけでなく、都道府県道、他の自治体が管理する道路情報を確認できます。四国道路情報で検索していただき、お出かけの前にはこちらを確認いただきますようお願いいたします。こちらは実際に道路情報提供システムをスマートフォンで表示した時の画面で、左から連続雨量、事前通行規制箇所、路面状況を表示しております。対象の箇所をタップしていただくと、詳細な情報がご覧いただけますので、ぜひご活用ください。こちらは松山河川国道事務所のホームページです。トップページ画面の左、四国地方道路情報のアイコンからも道路情報提供システムへアクセスできます。通行規制等が発生した場合、松山河川国道事務所のホームページに最新の災害情報として掲載いたします。画面右側がお知らせする標識です。通行止めが発生した場合のほか、解除された場合も掲載いたしますので、こちらもご確認ください。 Twitter でも情報発信をしております。検索エンジンを使用するほか、ホームページ左側の Twitter のアイコンからアクセスできます。通行止めや災害の情報など、道路と河川の各種情報を発信しております。ぜひフォローをお願いいたします。一方、通行止めなどのリスクを軽減するために防災工事も行われていますよね。はい、記憶に新しい平成30年7月の西日本豪雨をはじめとする災害が近年頻発化、激甚化しています。こうした災害による被災で皆さんの生活を支える道路が土石流や落石により通行止めとなり、緊急物資等が被災地に届けられないといったことも少なくありません。このようなリスクを解消するため、毎年防災点検を実施しています。防災点検で地山や天石の動向等を観測、点検することでいち早く危険箇所を抽出することにより、国土強靭化として防災・減災対策を進めております。工事内容としては、落石防護柵の設置や乗り枠の設置等を実施し、
道路のり面、盛り土対策を進め、通行止めリスクの解消に努めています。これからのシーズン、大雨への注意が必要です。テレビをご覧の皆さんへ注意喚起をお願いします。どこかへ外出されるとき、気象情報や道路の規制情報等が気になると思います。そのようなときはご紹介した道路情報提供システムや天気予報等で事前に確認し、十分に安全確認をしてからお出かけいただきますようお願いいたします。国土交通省でもツイッターなどで積極的に情報発信をしていきます。国土交通省では皆様の安全を守るため、大雨等による通行止めを実施する場合があります。もし雨が止んだとしても、それにより引き起こされる災害にも注意が必要です。そのためパトロールによって安全の確認ができるまでは通行止めを解除することができません。皆様の交通の安全を守るためですので、今後とも国土交通省、道路行政へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。今回は事前通行規制への理解促進についてお話しいただきました。佐々木さん、馬場さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。